ここのお店は楽楽と言います、由来は、楽楽の漢字は楽北の楽、楽中楽外の楽、それと楽しいって書いて楽楽と言います。で、なんでそういう名前をつけたか。で、楽中楽外という楽という字は昔の首都を表す意味があります。で、楽しいという字は、中国の古事によるとクヌギの木の下で音楽とかお酒を飲みながらみんなが楽しく宴をするという意味があります。だから京都に来はったお客さんに楽しく遊んでいただけるっていうような店を作りたいので、このお店の名前は楽楽っていう名前にしました。どんな思いで働いてるか、どんな思いで働いてらっしゃるのか、たくみからいい。まあ、まず第一にお客さんに対して、まあ、一つでも京都に来た時の思い出になってもらえるような、思い出として残ってもらえるようなサービスをまず提供できるのが、まあ、うちとしては第一自由先事項なのかなと思うし、それは多分みんなうちの社長も含め僕も含めてそこは大切にしながら一つ一つのものを提供しているっていうのが一番重要していることかな、で、まあ、それに対してさっき社長が言ったその楽しんでもらうっていうところ、まあ変な話、まあ一番物を買ってくれるのが一番ベストではあるけど、まあ物を買わなくても、まあ、その試食やったりとか、まあこういう面白いものあったとか、こういう話のネタあったみたいな、そういう一つのきっかけになれるようなお店になれればいいのかなとは思うけど、まあ今彼が言うたことはもう正しいと思う。で、先ほど言ったお店の由来の楽楽、で、実は僕一番好きな漢字が楽しいという漢字が一番好き、なぜなら楽しいの反対語は悲しい、辛い苦しい、苦しいやろ、人間苦しいこととか苦しいの音読みは苦いっていう、苦いことって言えやん、楽しいことってみんな好きやん、で楽しいの、音読みは楽にしたいやみんな楽したいし楽しいことを人生の中で 90%、100% あった方が人生楽しいやん、そういう思いでやっぱり仕事にしろ自分の生き方にしろ、ライフワークにしろやっぱり楽しいことが一つでも多い生き方をしたいと思ってるから、やっぱりこのお店に来はったお客さんがあのお店行って楽しかったなと、まあもちろん買うてもらうのが一番ビジネスとしてはね第一優先事項なんやけど、そうじゃなかったとしてもなんかこう京都行ってなんか嵐山のあのお店行ったら面白かったなって言うてもらえたら、そう言うてもらうためにお店やってるみたいなもんやな。なんか実演みたいな試食の辛子、世界最強の唐辛子、なんかやるパフォーマンスもじゃあそういうふうに楽しんでいただけるためにってことですね。そう、いわゆるその世界最強の唐辛子のうちのオリジナルでやってるんやけど、あれも一応パフォーマンスっていうか、世界最強の辛い唐辛子ってどんなんやろって自分で思わへん、で思ったら食べてみたいなと思わへん、でも怖いどうしようでそこでこちらがどうぞ試食を食べてくださいって、で食べたらうわからーとうわははははそのリアクションも含めて楽しい思い出要するにインパクトのある思い出、そしたら自分のところに帰った時あらしゃーわいてななんか無理やりやけど無理やりじゃないねんけどねちょっとだ海苔で食べてたらめっちゃ辛かったでこんな辛い唐辛子って言うてくれはったらそれはすごい宣伝になるよな、口もう200万300万かけて広告するよりか受けるよりか実体験で、で今は僕はちょっとよくわからへんけど SNS とかで発信していただいたらお金をかけずに我々の店の商売が宣伝できる、それの一つのツールとして、試食させてしていただいて食べていただく、
というのが一つの戦略としてありますね。なんで今ここで働こうと思ってたの？厳しいし、そうなすごい質問やな。すごい質問やね。就職したらさ、もう突っ込んでくるよな、君。確かに一番気になるな。うん、気になります。まあ、もともと、就職はしたよね。新卒で大学を卒業してから就職して、まあ、3年ぐらい、まあ、いろんな、まあ、いろんな人も2社ぐらい経験して、まあ、こっちに戻ってきたわけやけど、まあ、本音を言うと、まあ、長男やし、まあ、今は結構、なんやろ、2代目、3代目とかいろんな店、やっぱその事業継承の問題って、まあ、自分で言うのもあれやけど、すごい問題にはなってるよね。まあ、高齢化がつながってて、それは。で、まあ、そんな中で、まあ、まあ、話戻ると僕、長男やから、まあ、ある程度お店のこともそろそろ考えない経験、年にもなってきて、で、まあ、社会人で、まあ、いろいろ、いろんな経験させてもらったけど、まあ、最終的には、まあ、ここに骨をうずめるじゃないけど、まあ、ここでしっかり、経営をしていかないと、最終的にはいけないから、まあ、そのためには、なるべく、まあ、ね、今の社長が元気なうちに、まあ、いろんなことを学びつつ、自分も、すごい若い、まだ20代だから、まだまだ若いし、いろんなことに挑戦やったり、動ける年代やと思うから、まあ、そういう時に、まあ、社長にいろいろ知識をいただきながら、かつ自分の新たなアイデアを若いうちにいろいろ挑戦して、まあ、失敗もあるかもしれんけども、それをいろいろ経験しながら、僕なりのまた楽々としてのあり方みたいなのを徐々に作っていければいいのかなって思うから、まあ、そういうのもあって一回もうこっちに戻ってきたっていうのが、真剣な回答になるとそういう感じにはなるかな。まあそれは、まあ、彼が言うたのはその通りやと思うし、人間っていうのは絶対老いていくわけやんか。今僕60歳で、社会で言うたらもう定年退職が一応60歳で、まあ、出向してあと5年で65歳って言われる時代、そうなった時に、ただ商売をしてると70でも75でも80でも仕事はできんねんな。会社っていう組織じゃないところで、商売にはね、例えば調理師の人やったらもう70でもお調理できるし、だからそういう中でじゃあ自分の人生を考えたら、どっかでやっぱり勇気を持って線を引かなければ、商売人っていうのは引退できない。いつまでもずっとやろう思ったら何もでもできんねん。だからそういう時にやっぱり一つの会社の中にボス狩りが2ついたらあかんねん。ボスが2ついたらやっぱりそれは争いのもとになる。お猿の山と一緒で。だからこの5年ぐらいの中で、まあ、自分の人生を考えると65ぐらいまでには要するにソフトランディング的に引退の道を行く。で彼がその上で社長になってもらう、っていうのが、まあ、僕が勝手に考えてる人生計画やけど、その通りに行くとは絶対必ずしもそうではない。それが67なのか70万でもいらっしゃいます言うてかもしれんし、でも絶対それはいろんな商売をしてるところで必ず起こりうる大命題や。いつ自分は引いていかなきゃいけないのか、じゃあその時に後継者を作っていかなきゃいけないのかっていうことがある。だから彼が言うてることは正しいと思うし、逆に言うたら彼が言うてくれたことによって僕は安心する。ただ彼が社長になった時に売上がドーンと落ちるとか、そういうことにならんようにね、やっていくっていうのはビジネスとしては大事。継承ってこと。継承していく、それはうちの有限会社楽楽だけの問題じゃなくて嵐山全体、例えば石川竹の店であっても他の、木村君とこの新都月であっても、やっぱりお父さんお母さんが頑張ってやってはる、でもそれはもう老いっていうかね、年がいくと、じゃあその後誰がすんねんと、する人いいんだったらどうすんねんと。でせやけどここで頑張れば普通の大企業の重役クラスプラスアルファの要するに、マネーっていうかその利益っていうかその賃金というかは絶対稼げるところなんよ。だから頑張ろうっていう話。うちで使
作ってる唐辛子があるんですけど、これがキマヘンっていうやつで、ラクラク限定の商品なんですけど、はい、ギネスブックに認定してる唐辛子が入ってて、でそれがハバネラを超えた唐辛子というので話題になってます。でまあ普通の辛さと違って後から来る辛さで、うん、結構試食もしていただけるんですけど、皆さん辛いって言っていただいて、もう火吹いていただいてるので、ぜひ買わなくてもいいので試食だけでもいいのでぜひ試していただきたいです。なんかおすすめの食べ方とかありますか？おすすめは、まあ、基本お鍋とかに入れるのが普通なんですけど、肉じゃがとかカレーとかピザとか、うん、和洋中何でもあるので、和洋中和風、洋風、うん、中華、イタリア、何でも合うから。何でも合うんですね。何でも合う、万能じゃないですか。ただめちゃくちゃ辛いのでちょっとそう、辛さの度合いはどれぐらいですか？舌が痛いぐらい。せやな、舌も痛い、舌が痛い、そんななんか痛い痛さじゃないけど汗が出るかな、めちゃくちゃ。まあ、入れるようによって変わるけど、代謝良くなる。え、実際食べたんですか？食べたけど、僕は辛すぎてあまり使ってはないんだけどそういう人はこういう柚子とか。へえ。これはだいぶ緩いから、柚子とか。え、辛さのなんかレベルがあるんですか？そうそう、向こうにあるわ。向こう行こう。これが一番辛い。最近作ったのが、このアキマヘンスパイスっていう、中がふりかけみたいな形になってて、エシャロットとか、オニオンとか、ニンニク、ガーリックとかが入ってて、何に使うんですか、これ？これもラーメンとかパスタとか焼きそば、何にでも、はあ、ちょっとさっきのよりかは辛さは落ち着いてるんだけど、ニンニクやったりとかその旨味成分がすごいたっぷり入っているから、何でも辛さと美味しさがすごい混ざって、何でも合う。万能調味料、カレーとかも合うし。へえ、オリジナルがこの唐辛子。ここはちゃんと、あ、違うここせやね。あ、そう、これうちの父ちゃん。お母さんね、そう、結構テレビの取材もよく来てくれは。え、かわいい。コナンかな。そうコナン。なんかコナンの映画の。歩くるなに止まるか。止めつきょうとかやるやつ。撮れた。撮れたか大丈夫これ。嵐山は非常にええとこでおます。どうぞよかったら嵐山にお越しやす。あかん。